930キロほどの堀があるわけでございます。並倉にしびさし、水路はうずむウォーターキアシンスの花と、白州は醤油並倉と言います。これ間違えたんですよ。味噌醤油に間違えたのが北原白州でございます。でこの辺はジャパニーズ大豆、大豆、うん、大豆フィニッシュネクストライス。ライス、そういう豆腐、大豆ジャパニーズ豆腐、豆腐、味噌、味噌、味噌、あ、大豆じゃない、これ麦でした、ごめんなさい。私何言ってるんです、真剣に言ってます。味噌、大豆は豆腐。うん、あの日本では米は実るほど神戸を垂れる稲穂かなってですね、実るほど。でこの辺はお客さん、季節いいですよ。これジャスミンです、右側ジャスミン、ライスサイドグリーン、ね、そうか、グリーンプレイス、ジャスミン、ジャスミン、ジャスミン、この樹木の大きな木、ジャスミンもレイファー、これは南国の花で、鹿児島とか沖縄非常に多い花でございます。海高図と、海高図、沖縄の花、沖縄ではデイゴと種類に入ってまいります。年に3回咲く。やはり柳川もお客さん、南国は南国でございますね。ちょうど右側見てください。こちらジャパニーズオレンジの種類で、大大大大大大ハッピーニューイヤージャパン、お餅、お餅の上に大大を乗せる、ね、で This place、ボートコースナンバーワンロケーションコース Very good。 水面はもうスグリーンがかかったようなアマゾンとは全く違う、これぞまさに日本の和のベニスではないでしょうか。また正面には北原白秋の最後のお弟子さんの歌、福島からお客さん、新潟近いでしょ、近くないですかね、はい、近いですよね。白秋のお弟子さんは新潟の田中角栄を政治の道に導かれた方なんです。これが宮修司という、白秋の最後のお弟子さんです。北原白秋をお客様にこの新潟に行って素晴らしい歌を作ったんです。今私は覚えるとい覚えていく、ちょっとカンペ見ます。カンペ、カンニングペーパージャパンに、ちょっといいですか。Sorry, you are back location, back location, good, good, ね、good。 これいいでしょ、お客さん福岡で初めてですか、何回も乗っていた、ありがとうございます。
客さんがあるから我々は生きていけるんです。じゃあここでですね、あの新潟には佐渡という、ところございまして、北原白秋が、この新潟で作ったんだ、今佐渡というと新潟はアフラックという、アフラックの、ね、社長も柳川の観光大使なんですよ。で、ちょっと私も今練習中でございますが、これご紹介します。この道3ヶ月ですか、ね、ご理解ください、判定excuse me. This plant tour, welcome Boatman Song. Welcome Boatman Song. Boatman Song. Boatman Song. 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 Sing song song. Oh, song. 海は荒う海。向こうは佐渡か、すずめなけなけ、もう日は暮れた、みんな呼べ呼べ、お星さま出たぞ、帰ろ帰ろよ、海は荒分けて、すずめさよなら、さよなら明日、海よさよなら、さよなら明日。